ペバール君の漢字教室。今日は金という漢字を勉強するネバよ。金とも読むネバだけどね。あれ、真っ暗になっちゃったネバよ。電気つけてくださいネバ。ニセネバール君のニセ漢字教室。拍手。またお前か、憎たらしいやつネバね。偽物大好き俺様が偽物の漢字を教えてあげる。何可愛い子ぶってるネバか。偽可愛い子ネバね。今日は金という漢字を教えてやろう。間違ってるネバよ。上の部分がないネバよ。バレたか。金という漢字は藁をかぶった納豆お兄さんがポケットの中にさえお金がなくてお手上げってネバール君は覚えてるネバよ。なんちゅう覚え方してるのよ。とにかく早くチャンネルを返すネバ。そう簡単に返してたまるか。今から俺様が出す問題に全問正解できれば返してやってもいいがな。もう分かったネバよ。みんなも一緒に考えてほしいネバ。よし、まずはこの問題だ。この金の字は本物かな、偽物かな。いや、天の場所がおかしいネバよ。正解はこうネバ。よくわかったな。いいだろう。じゃあこの問題はどうだ。本物の金どこにあるかな。あー、これは苦手ネバよ。どこにあるネバか。これは違うネバだし、あれも違うネバだし、わかった、これネバ。バレたか。じゃあこの問題ならどうだ。どの読み方が本物かな。訓読みの金は合ってて、金も金棒と言ったりするネバだから合ってて、音読みは金、コン、カン、コン、金コンカンコンって、いや学校のチャイムみたいになってるネバよ。正解は金と、あとコンも金色のことを金色と言ったりするネバだから、この2つが正解で、あとは全部いらないネバよ。もうなんでいつもバレちゃうの。こうなったらお前の財布のお金を全部これにしてやる。何をする気ネバ。やめてネバよ。偽物のお金じゃないネバか。なんで納豆お兄さんが1万円札になってるネバか。確かに納豆お兄さんが1万円だと高すぎる。おかしい。じゃあこれでどうだ。いや、金額の問題じゃないネバよ。0円のお金はもはやお金じゃないネバだし。そもそも問題はどうなったネバか。やっはっはっは、怒ってる怒ってる。今日はこれぐらいで許してやろう。また会おう、さらば。ごほごほごほご、もう来なくていいネバよ。というわけでみんな、正しい金という漢字はこれネバだからね。っていうか、誰が0円なのよ。ネバネバ TV を見てくれてありがとうネバ。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよー。